おっすおっす、黒だぞ。こんばんは、モリーです。今回は信長の野望編成 PK やっていくぞ。今度は何をやるんです？今回は、家康さんに全部将軍を率いさせてみるぞ。徳川家康さんですか。これまで全部将軍は織田信長さんに率いさせていましたけど、なぜまた徳川家康さんなんです？家康さんの固有特性が相性いいんじゃないかと思ってな。家康さんは固有特性でフルダヌキってのを持ってるんだけど、これがあると他勢力が従属しやすくなるぜ。ふむ、そういうことですか。確かにこれまでの全部将軍で、従属が記録を出すには重要なことは目に見えて明らかになっています。そんなだからあるいは従属でどんどん抑えていく動きもできるんじゃないかと思ってな。今回も対馬した後で、過去の記録と比較しながら、最終的にどんな結果になるのか見ていくぞ。というわけで早速時間を動かしていくぜ。そういえば一個説明し忘れたけど、この世界線は固有政策もいつもと変えてるぞ。普段は天下布武でしたよね。基本的にはな。ただ今回は家康さんに合わせて、徳川家の旗本先手役にしてあるぜ。どんな効果でしたっけ？効果は二つあって、一つは臨戦時に能力が上がる効果、もう一つは大名が出陣すると全部隊の防御が上昇する効果だな。これは、どうなんです？まああまり有用には感じないな。どっちかというと、基本追い込まれがちな史実シナリオの徳川家でなら役に立つかもしれない。って程度かなと思うぞ。可能性としては、最初の10年の火災が変わる可能性があるくらいかな。少なくとも全部将軍との相性はそこまで良くはなさそうですね。とりあえず開始1年で城一つは奪ってるが、連続で城を奪取にはいけてないんだな。信長さんだと、一度の出陣でまとめて何個かの城を落としたりしてましたよね。あれはやっぱり信長さんの特性覇王あってこそなんだろうな。軍の制圧に時間がかからない分、兵糧が節約できるんだろうぜ。こうして比較すると、新生 PK においてその特性がいかに強いかっていうのがわかりますね。まあ単純な攻めるスピードだと、やっぱり信長さんが最速だろうな。家康さんにはぜひフルダ抜きを存分に発揮してほしいところだが。ある程度は自身の勢力を広げないとそれも難しいでしょうか。信長さんはその特性もあって、対馬スタートを難なくこなしましたけど、本来対馬って攻めていくのは大変な土地ですからね。オイラも実際に試して結果を見るまで、まさか最速記録を出すなんて思わなかったからな。とりあえず城は3つになったが、すでに開始から2年、ここから爆発する要素があるといいんだけどな。あまりにも鈍速なスタートで心配になったが、ここで官位を得たみたいで、一気に威信が高まったぞ。これで少しはスイッチが入るかと思ったんだけど、なかなか従属させてる様子がないな。まだ城の規模感が足らないのでしょうか。もしくはルート的に従属させないようにしている可能性もあります。少なくとも元小早川家は従属させるつもりはなさそうではあるな。ガンガン城を奪いにかかってるぜ。元加藤家にも仕掛けたな。この辺りはどうしても隣接勢力が少ないですから、従属させにくいのかもしれませんね。そういう意味では、より隣接勢力が多くなりやすい場所スタートの方が、家康さんには向いてるのかもしれません。ここでようやく一つ目の従属だな。どこを従属させたのかは今後の動きでわかるか。結局開始10年での形はこんな感じだな。例のごとく元藤堂家と混ざって境目がわかりにくいが、北九州を制してそのまま本州に進路を取り、山陰道を進んでるって感じだな。なんか順当という形ですね。大名信長さんだと四国を通るので、それがデフォかと思いましたが、そうでもないんですね。あれも特性によるところが大きいのかもな。ちなみに気になる従属は、二つで元加藤家と元黒だけだったな。やっぱり隣接勢力が少ないのが響いてる感じがするぞ。本当に思ったよりという印象ですね。全国で比較してみても、ぶっ飛んでるかって言われると微妙だしな。内政分で兵力とかは飛び抜けてるけど、城数では元武だけより少なかったりするぜ。スタートの城数が違うとはいえ、全部賞集めてこれなんですね。その他、火災は親族衆から選ばれたって感じだし、政策も順当に進んでる。こうして見ると大名の差って結構大きいんだなって印象だぜ。ここからどうなるんだって感じだな。引き続き時間を進めていくんだが、ここから例のごとく、元藤堂家との境目わからない問題が継続することになるな。家康さんとしては、元藤堂家はスルーする方向みたいで、上市場に仕掛けてるぞ。ここでもとりあえず弱いところから攻めるの法則ですかね。さっきの覚醒力の状態を見る限り、元藤堂家もまあまあ高い数値になってるからな。元藤堂家のこの強さも気になるところですね。それも気になるんだけど、正直全然理由がわからないんだよな。元藤堂家は、湯月城と川之江城が初期城でスタートするんだけど、強そうに見えないってか、どっちかってと弱そうに見えるんだけどな。それでも全部将軍を対馬で行うと、漏れなく巨大化している様子なので、何かしら強さを発揮する要素があるってことなんでしょうね。本拠が陸の孤島意味ではあるんだけど、そういう意味では新宮城と条件が近いのかもな。他にこれが要因じゃないかってのがあったら、ぜひコメント欄で教えてくれ。話がそれたけど、全部将軍の方は九州の元伊藤家に仕掛けてるな。この時期に九州制圧はなかなか苦しいですね。放置して従属九州の流れが良かったように思いますが。変なルートで四国にも上陸はしてるから、なんとかして四国に上陸したかったのかもな。それにしても歪な領土だぜ。領土逆この字みたいになってるな。
元藤堂家の領土がこうですからね。歪み以外の表現がありません。しかもまだまだ拡張する気みたいで東に軍を送ってるしな。家康さんは早く仕掛けてほしいところだぞ。言っていたら仕掛けましたね。仕掛ければちゃんと城は取れます。当たり前なんだよな。むしろもっと早く仕掛けろよって話だぜ。ちょうど映ったけど、元藤堂家は近畿にまで進出してるからな。どう考えても邪魔でしかないぜ。珍しくオイラの思いが届いて、全部将軍は元藤堂家をガンガン吸収し始めたんだけど、案の定裏があったぞ。すでに近畿や元やブーケが拡大。三院堂でかろうじて織田家と隣接してますが、元藤堂家以外に拡張先がないんですね。これは正直苦しいな。一応開始20年まで時間を進めてみたけど、これもう無理だろ。まだまだ元藤堂家を倒すのにも時間がかかりそうだし、その先にも従属させられそうな勢力は残ってないぞ。確かにこれは家康さんの特性が生きる展開にはならなそうですね。まあこの世界線、いつも以上に元藤堂家が生き生きしてたし、ちょっと世界線を変えてみるか。全部将軍シリーズで初の途中断念ですね。参考記録くらいはって思ってたけど、ちょっと心折れちまったぜ。というわけで世界線を変えて再挑戦だぜ。少しでも流れを変えたいから、固有政策は天下布武にしたぞ。これで少しは流れが変わるでしょうか。どうだろうな。序盤はどうしても政策の恩恵は受けにくいけど、とりあえず序盤の流れは変わらないと思うから、せっかくだし元藤堂家を見てみるか。とりあえず現状まで動いてはいませんが。1年経過したけど、動いたのは全部将軍だけだからな。どうしても全部将軍の世界線は、初動は遅めな印象があるぞ。行ってる間に色々なところで動き出したし、元藤堂家も城を増やしたな。とりあえず四国の北側を固める動きから入るみたいだぜ。拡大速度は全部将軍と変わらないな。初期城の差のままでお互いに知ろうとしたんですね。そこは全部将軍がもっと頑張れ案件ですが。本当だぜ。それにしても元藤堂家はよく動くな。元武田家とかこの辺だと元毛利家みたいに、初期の城数が多いならまだ納得できるんだけど、にしろスタートでここまででも城に拡大。映ってる範囲だと現状一番城を持ってるぞ。四国は大きな勢力がいない群雄割拠で始まるとはいえ、この初速の速さが強さの秘密ですかね。そうかもしれんな。まあその初速の速さの理由は結局わからんわけだが、四国を半分くらい制したところで、中国地方にも上陸、瞬く間に勢力を拡大していったぜ。全部将軍もしっかり拡大はしてるんだけど、ちょっと勢いがかすむレベルだな。実は武将を取り残してるってことないですよね。ないぞ。まあ全部将軍を抜けた何人か拾ってるって可能性はあるけどな。他の大名家のぼっちくんを回収はしてるんだろうけど、それでも全然武将数は足りないと思うんだけどな。結果的にこの世界線も、全部将軍と元藤堂家がごちゃる感じになったけど、今度の全部将軍の決断は早かったな。三院地方をある程度進行した上で、ガンガン元藤堂家を削り始めたぞ。まだ東に吸収できそうな勢力あるのにな。ちなみにこの時点でも結局従属してるのは元加藤家だけだぞ。結局隣接勢力が少なくて従属させてない感が否めないな。今の時点で4勢力だけだぜ。隣接勢力が少ないのは、安定して強い理由でもありますが、ここまで従属が増えないのは寂しいですね。むしろ信長さんはよくあれだけ従属を使えたなって感じがするぞ。それも突破力が高くて、ある程度の規模の勢力と隣接する機会が多かったからなんだろうな。この世界線を見て余計にそう感じたぜ。とはいえこの世界線の全部将軍も頑張ってはいるぞ。元藤堂家と戦いながら、三院堂も近畿まで進み切って、先に二条五所を抑えることに成功したな。ただすでに東海県は元だけが、北陸は元上杉家が抑えてるような状態。相変わらず従属が行きそうな場面はないな。今回の二度の世界線、やたら統廃合が早い気がしません。それも全部将軍の進行速度が影響してるんだろうな。全部将軍が隣接したら動きにくくなるはずだけど、三院堂を進むのには時間がかかったから、その間に統廃合が進んだんだろうぜ。1638年時点で従属勢力は3つ、検討はしてるって印象だな。結局元藤堂家が邪魔なことに変わりはありませんね。そこそこ削ってはいるんだけどな。この後も元藤堂家を削りつつ、従属した元やブーケを吸収。その流れで東海地方にも進出を開始するぞ。どこかのタイミングで元藤堂家は従属できるのが理想でしょうか。そうなるな。実際この後従属させたが、今さらって状態まで削った後だったぞ。まあこれで東に集中できると思えばでしょうか。実際ここから全部将軍は東に進路を取るな、と馬上で攻城戦をして、三河に足がかりを得ると、そのまま濃尾平野を抑えにかかるぞ。この辺りの動きは順当だな。その後もどんどん平押しって感じの動きが続いていくな。弱った元今川家を優先しているようには見えるけど、北陸方面にも進出したりするし、動きの法則性がつかめないぜ。一応この世界線も最後までは回しはしたぞ。この感じだとあまり記録は出ていなそうですね。今回はサクッといくけど。記録は1668年10月だったぞ。これまでの対馬スタートと比較しても圧倒的な記録の低さだな。同じ場所からスタートしても大名が変わるとここまで違うんですね。まあ正直最初の10年の時点で明らかに遅いってのは分かってた気がするぞ。これまでなんとなく相性良さそうって理由で、信長さんを大名にしてたけど、オイラのその判断は間違ってなかったって結果になったな。やっぱり一瞬で軍制圧が終わる覇王は強力な特性ですね。大名じゃないと発動しないのがネックではあるけどな。そういう意味だと、
今回注目した家康さんのフルダヌキも大名特性だし、こういう大名特性に注目してみるのもありかもな。何か試してほしい人がいたらぜひコメント欄で教えてくれ。できれば信長さんを超える記録が出そうな人でお願いするぞ。果たして存在するんでしょうか。オイラの方でも検討してみるぜ。というわけで今回はここまでにするぞ。このチャンネルでは、歴史ゲームやシミュレーションゲームを中心に動画を投稿しているぞ。よければチャンネル登録をお願いするぜ。拡散のためにも高評価やコメントもしてくれると嬉しいぞ。X のフォローもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。